はいどうもー、毎度おなじみゆうご .tv でーす。でも2日ぶりぐらいだけど、はい、ということで本日も人生に役立つ情報を配信していきたいと思いまーす。一発撮り一発読みで今から読むお題をインプットしながらアウトプットして学んでいきたいと思います。それでは今日のお題を読んでいきます。嫌なことを後回しにすると精神的な負担が大きくなる。こちらを今から読んできます。あなたは嫌なことをさっさと終わらせるタイプですか、それとも後回しにするタイプですか。この2つのどちらが良い選択なのかはきちんと答えが出ています。さっさと終わらせてしまうのが正しい選択です。嫌なことを後回しにする行動は忙しい時や元気がない時にやってしまいがちです。しかしこの嫌なことなどをどれだけ早く終わらせてしまうかが大切なポイントになります。なかなか気づいている人が少ないのですが、嫌なことを後回しすると自分で自分を苦しめることになります。例えばテストで50点という悪い点数を取ってしまったとします。これを親に言わなければならない。しかし叱られるのが怖くて後回しにしてしまいます。すると自分の頭の中では親に言った時にどう叱られるかを想像してしまいます。叱られたり怒鳴られたりなど様々な叱られ方を考えます。考える分だけたくさんのパターンを考えてしまい、精神を消耗してしまいます。また叱られてもいないのに叱られたような気分になってしまうのはこのためです。実際にはまだ何も起こっていないというのに自分の頭の中ですでに何度も叱られているのです。実際に親に言った時にまだ叱られます。また叱られます。嫌なことを後回しにすると本来の苦しみを2倍にも3倍にもしてしまうのです。自分で自分の首を絞めてしまうことになり余計に苦しくなってしまうだけです。嫌なことほど早く終わらせてしまった方がよほど楽です。嫌だから目を避けたい気持ちもあることでしょうが、後回しにすると現実として本当にもっと辛くなってしまうのです。今日の格言、嫌なことほど早く終わらせてしまう。なるほど、確かにね。それはあるかもしれない。後回しにして、最初にめんどくさいことを先にやった方がいいのかな。間違いない。今日も勉強になりました。ありがとうございます。ドロン。